手の樋口です。今日はブラッシングで髪をすいてハサミより簡単におうちセルフカットができるこちらの簡単ヘアカットブラシの紹介をいたします。簡単ヘアカットブラシはこちらがシャンプーブラシのような形になっておりまして、ここに刃が、そしてこちらに櫛がついております。刃は長年美容師に愛用されているスタイリングレザーが使われていますのでとても安心です。髪の流れに沿ってまっすぐ下に下ろすだけで少しずつ毛量をつけるから、伸びた髪全体を手軽に自然にすくことができます。この後実際の使い方を説明していきますね。それではカットを始める前にセルフカットブラシの持ち方になります。まずモンスターが目の上を向くように持ちます。で、4本の指を、はい、段差にかけますね。で、裏に滑り止めがついてますので、そこに親指の位置を置いていただいて軽く握るように持っていただきます。それではモデルさんにカットしてもらいます。まず下向いてもらって、髪の毛をだいたい2等分にしてもらって分けてもらいます。はい、だいたいこれで半分ぐらいになったので、で、あの切りたい毛先部分を軽く濡らします。で、反対側も同様に濡らしてもらいますですね。で、よくブラッシングしてもらいます。じゃあそれではモンスターを持ってもらって、髪の毛の量を減らしたい、すきたい部分ですね、そこに通してもらいます。で、下に滑らせるようにモンスターをずらしていきます。1回のカットで切れる毛の量はこれくらいです。はい、で、反対も同じですね。で、だいたい 2,3 回溶かしたら、だいたい左右の量感を見てもらって、今どれぐらい切れてるか確認しながら切り進めていってください。ご覧いただきました通り、ハサミより簡単にブラッシング感覚で自然に伸びた髪をすくことができました。お子様以外にもお年寄りやセルフカットにも使っていただけますので、ぜひ一度お試しください。